願いです。もう少し急いでください。演奏会の練習に間に合わないんです。ゴーシ君はどうした？まだ来とらんのか？全く困ったもんだ。僕らは音楽を専門にやってるんだよ。こんな練習態度で町の素人楽団に負けたら我々の面目はどうなるんだね。すいません。ゴーシ君。な、はい。君、練習はもうとっくに始まってるんだよ。すみません、畑の手入れに手間取ってしまって。畑？では第四楽章をやってみよう。セロが遅れた。は？困るな。僕は君にドレミファを教えている暇はないんだ。はい。それじゃもう一度。はい。ダメだダメだ、まるでなってない。この辺は曲の心臓なんだ。それが今度ガサガサした音でどうするんだ。諸君、演奏会までもうあと10日しかないんだよ。おい、ゴーシ君。はい。君は怒るも笑うも音楽の表情というものがまるでなってない。君だけがほどけた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩いていく感じなんだ。困るよ、しっかりしてくれないと。はい。では練習はここまで。ゴーシ君、君は音楽の表情というものがまるでなってない。ダメだ、こんなガサガサした音でどうする。星君か、入りたまえ。こんばんは。はあ、靴
くたびれた。なかなかこの運搬はひどいやな。なんだと？これお土産です。食べてください。それは俺の畑のトマトじゃないか。先生、そうお怒りになっては体に触ります。それよりシューマンのトロイメライを引いてごらんなさい。聞いてあげますから。こいつ猫のくせに。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠れないんです。生意気言うな。さあご遠慮なくどうぞ。今に見ていろ。トロイメライというのはこういうのか。黙れ。これから虎を捕まえるところだ。これで許してやるぞ。今夜の演奏はどうかしてますね。うるさい。さっさと出ていけ。坊主、困るよ。もっと真剣にやってもらわなくちゃ。君だけがほどけた靴の紐を引きずって歩いていく感じなんだ。このやつまだ懲りないのか。ん？ん？鳥まで来るなんて。音楽を習いたいんです。音楽だと？お前の歌はカッコカッコというだけじゃないか。そう思うでしょう。ところが例えばと鳴くのととこう鳴くのとでは聞いていてだいぶ違うでしょう。違わないね。あなたにはわからないのです。私たちの仲間ならと一万言えば一万みな違うのです。だったら何も俺のところへ来なくてもいいじゃないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。先生、どうかドレミファを教えてください。わかったわかった。弾いてやるから済んだらさっさと帰るんだ。違います違います。うるさいな。こうですよ。なんだ、お前たちにはドレミファも第六交響楽も同じなんだな。そんなことはありません。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろう。そうですそうです。どうしてやめるんです？どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようですけど少し違うんです。なんだと？俺がお前に教わってるんじゃないんだぞ。どうかもう一度だけ。じゃあこれっきりだよ。もうやめだ。こんなバカなことしてたら俺まで鳥になってしまう。そんな育児のないことでどうするんです。私たちならどんなものでも喉から血が出るまで叫んで稽古するんですよ。生意気言うな。もう出ていけ。バカだな。閉まっているのに怪我しちまったじゃないか。分かったよ、今開けてやるよ。
こんばんは、ゴーシさん。今度はタヌキの子か。何の用だ。僕のお父さんがね、ゴーシさんのところへ行って習えと言ったんだ。何を習えと？僕は小太鼓の係でね、セロに合わせてもらってこいって。でも、どこにも小太鼓がないじゃないか。この曲をお願いします。ん？はあ、変な曲だな。よし、弾いてみよう。ほう、なかなかやるじゃないか。どうかしたのか？ゴーシさんがその2番目の糸を引くとき変に遅れるね。なんだか僕つまずきそうになるよ。きっとこのセロが悪いんだよ。ではもう一遍弾いてくれますか？いいとも。開けた。帰らなくちゃ。ゴーシさん、ありがとう。気をつけて帰るんだぞ。じゃあ、さようなら。2番目の音か。お入り。あれ、今夜野ネズミか。先生、この子の具合が悪くて死にそうです。どうかお願いですから治してやってくださいまし。俺は医者などやれないぞ。それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでじゃありませんか。何のことだ。先生のおかげでウサギのおばさんもタヌキのお父さんも治りましたし、意地悪のミミズクまで治していただいたのに。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気なんか治してやった覚えはないぞ。ああ、この子はなんて不幸せなんでしょう。どうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまではゴーゴーと鳴らしておいでになったのに。え、それはどういうことだ。俺がセロを弾けば病気が治るとでも言うのか。はい、体中がとても血の回りが良くなって大変いい気持ちになるのです。そうなのか。俺のセロの音の響きでお前たちの病気が治るというのか。よし、弾いてやろう。ねえお前、足を揃えてうまく落ちたかい？うん。先生、お願いします。なんだ、もういいのか。どうだい、気分は良くなったかい？うん。良くなったんだ。ありがとうございます。さあお前、先生にお礼をして。ありがとう。
学長、アンコールと言っていますが、何か短いものでも。ダメだダメだ。おあ、郷士君、君が何か適当にやったらどうかね。ね、僕がですか。どこまで人をバカにするんだ。よし、インドの虎狩りを引いてやる。よかったぞ。一週間やそこらで随分仕上げたな。やろうと思えばいつでもやれたじゃないか、君。あ、カッコ。あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。